今日は5月の15日日曜日です。本日の新聞コラムの音読を行います。空は見上げるものだと思っていた。見下ろす空もあることをこの死に教わった。草に寝転んでいると眼下には天が深い。風、雲、太陽、有名な者たちの住んでいる世界。作者の山の口幕は那覇の人である。昭和13年の作で、この頃にはすでに上京していた。眼下に望んだ天とは、あるいはまぶたに残るふるさとの空だったかもしれない。その後、その後多くの犠牲を払った剣道での地上戦と27年に及ぶ米軍の占領を得た沖縄である。本土復帰から今日で50年になった。ふるさとの空は戦火の詩人の目にどう映っているのだろう。五次にわたる国の振興計画は多額の資本を沖縄にもたらし、とりわけ観光立県としての足腰を強くした。多くの米軍基地を抱える島として、その負担感を嘆く声が県民の間に絶えないという現実もある。県政は革新と保守の間を揺れ動き、今は革新色の強いオール沖縄の玉城デニー知事を擁している。玉城氏は米軍普天間飛行場の名護市辺野古への移設反対を譲らない。我が国の安全保障は不安定な足場の上に立たされている。それも復帰50年の現実だろう。ロシアによるウクライナ侵略を見た後で、狭い海を挟み日本と対峙する中国の影は不気味なオーラをまとって見える。沖縄の米軍基地化が果たす役割はかつてないほどに重みを増している。負担の声に傾聴しつつ、我が国に迫る危機からも目をそらすまい復帰後に生まれた人が県民の6割を占め、学校教育では沖縄の戦後史を扱う時間が減っているという。本土復帰の日はいつと問われ、正しく答えた高校生は5人に1人だったとも聞く。忘れられた歩みを思うにつれ、美苦笑を通り越して背筋に寒いものを覚えなくもない。令和4年5月15日日曜日、三景廟の音読を終わります。今日で沖縄復帰50年です。今日の兄弟は覚えていますか、復帰の日はいつです。私が来て1年後に日本復帰になりました。パスポート、日本に渡るときにはパスポートを持ってましたけど、そのパスポートにはこう書いてありました。日本国へ帰国するのを許可すると。なんという、その時はあんまり分かりませんでしたけど、
だんだんとガビンという思いがありました。はい、本日もありがとうございました。